ビタミン A、C、E、カリウムが豊富な小松菜と、たくさんのミネラル、ビタミン B 群、免疫力を高めるバナナを使います。イソフラボンの豊富な豆乳、それからオリゴ糖を使います。バナナと小松菜をカットし、豆乳約 100cc ほどとオリゴ糖小さじ1杯程度、それから水約 50cc 程度を加えます。そしてミキサーにかけます。とろっとして飲みやすいスムージーが出来上がります。黒ごまをトッピングし、その上からエゴマオイルをかけます。とっても美味しくて栄養価の高い小松菜とバナナのグリーンスムージーの完成です。